平野紫耀と高橋山のそっくりすぎるダンス動画にファンの方向性一致の疑念。ファンの不満、怒り、驚きが広がる。分別に混乱。10月15日、滝沢秀明氏の新会社とべ、トベが、元キングプリンス、以下。 キンプリ、メンバーのキシユタの合流を発表し、平野紫耀、神ジング太ユタと共に、ナンバーアイ、ナンバーアイ、として新たなグループ活動をスタートすることが明らかになりました。 この発表により、キンプリは長瀬角と高橋山のドで活動を継続していますが、ナンバーアイの結成により、元メンバー5人は分裂状態となり、ファンからは驚きと喪失感が広がっています。ナンバーアイへのファンの不満。今年5月22日に平野、神宮寺、岸がキンプリを脱退し、 平野と神宮寺はジャニーズ事務所を離れ、岸も9月末に退場した経緯を振り返ると、彼らが脱退退場の理由として海外進出を挙げていたことが注目されました。しかし、緊急性配信での発表では、特に海外進出の計画について言及されず、神宮寺の脱退退場理由との矛盾が浮かび上がっています。 この状況に対し、ファンからは納得できないという声が多く聞かれており、不満が募っています。ナンバー I へのファンからの怒りの声は、X へにも多く現れており、ファンは3人のことがよくわからない、5人でできなくて3人でできることは何か、金プリを簡単に捨てることは許せない、といった感情を吐露しています。 ファンの中には、突然の脱退宣言に対してトベに加入し、3人での活動を開始することが理解できないという声も多く聞かれます。ナンバー I 結成の背後にある理由。3人の脱退退場について、藤島ジュリー稽古前社長が5人を分裂させたという言説がファンの間で広まっていましたが、単純にメンバー間で方向性の違いが生じた結果、 このような状況に至ったという見方もあります。しかし、高橋山が10月13日に自身のインスタグラムにアップしたダンス動画を見たファンから、高橋と平野市用の方向性が一致していたのではないかという声が上がりました。驚くべきダンススキル。 実際に高橋が公開したダンス動画は、米国人ラッパー NLE チョパエの It's Getting Hot に合わせて、ダンサーケイタシートップのコラボダンスを披露するものでした。同様に、平野も9月25日に自身のインスタグラムで、キンプリ時代の楽曲、一番月読みの振り付けを担当していたダンサーリーハタシートップのコラボダンスを公開しており、 この2つの動画が非常に似ているとの指摘が多くなりました。高橋と平野が共通している点として、2人のコラボダンスで曲名に続き、2人の名前が表示され、ヒッツホックチューンで踊っている点が挙げられます。また、ファッションやダンスのスタイルも似ており、さらにケイタシワリンハタシのマナデシであることから、高橋と平野の動画が、そっくりすぎると感じられたのでしょう。 高いダンス技術を持つ高橋と平野。高橋山と平野潮は、金プリ時代においても他のメンバーよりも優れたダンススキルを持つアイドルとして知られていました。平野は小学生の頃からダンスを学び、金プリの楽曲、一番、月読み、で高難易度のダンスに挑戦し、その技術を披露し、大絶賛を受けました。 また、高橋も小学校入学前からダンスに親しみ、多くのダンス大会で優勝経験を持ち、さらにスマップへのバックダンサーとして活動するなど、ダンスの実力は高く評価されていました。ダンス以外の方向性の違い、高橋と平野はダンスを武器にし、そのスキルを活かしてきました。しかしながら、表現したいものをや目指す方向性が他の面において異なったため、 彼らは別々の道を歩むことを選択したのです。この状況にファンは心を痛めており、金プリの分裂に対して複雑な感情を抱いています。金プリの元メンバーである平野耀と高橋山のダンス動画が共通した要素を含むことから、ファンの間にはナンバー I の結成に対する疑念や不満が広がっています。 二人のダンススキルとその表現したい方向性が似ていることが彼らの分裂に対する混乱をさらに深めています。ファンは今後の二人の活動に注目しつつも残りのキンプリメンバーに対する温かいサポートを続けています。